はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力の中で今活躍されている方、もしくは昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせてください。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも今 NPO の事務局長をされていらっしゃる佐藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、簡単な自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、私は佐藤優と申しまして、生まれは福岡県北九州市。今はですね、紆余曲折を経て NPO 法人の事務局長という役割を拝命いただいているところなんですけれども、今日はいろいろとそれまでの経緯なんかをお話しできたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。NPO で今何されてるかっていうお話をされる前に、国際協力にそもそも興味を持ったきっかけっていうところからお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、何があったんですかね。私高校に行かなかったんですよ。そうですね、2ヶ月か3ヶ月くらいで、というのももう自分でやりたいことがあって、例えばバイクに乗りたいとか、日本中を旅行してみたいとか、中学卒業して仕事をしてそれをやりたいって親に言ったら、バカ野郎って言われて。早いですね。でも日本回りたいと思ったんですか。思いましたね。旅してみたいなとかって思いながら。何がきっかけでそういった、何なんでしょうかね。昔、裸の大将とかってあったら、はい、いろんな各地を巡ったりするって言ったのに、子供の頃からこう引きつけられていて、違う場所とか違う地域、違う文化とか、そんな中からずっと今いるとこじゃないとこに行きたいという思いがあったんだと思うんですよね。それで高校に言われるがまま進学はしたんですけど、ここにいたくないなっていう気持ちが強くなって両親にすいません、やめさせてくださいっていう話をして、高校を辞めて中学卒業ってなかなか就職する場所もないので、現場の仕事、日中はお仕事をして給料をもらって好きなことをするというそんな暮らしをしておりました。あ、そうだったんですね。本当、楽しかったですね。学校行ってる間は勉強が仕事みたいな感じなんだけれども、でも自分はそれを仕事と思っていない、嫌なことさせられてると思ってて、で本当に仕事をしてお給料をもらって、で自分がやりたいことをやった時の喜びたるや、しっかり働いてそれでもらったお金で自分のやりたいことができるって一番いいことですよね。好きなものを食べるとかね、好きなところに行くとか、大型免許までバイク乗り回したりとか自分の好きなことをしてたんですけど、20歳ぐらいになって満たされてきちゃって、何しても16歳ぐらいでいろいろと試してやってみた時の感動がもうなくなってきていて、これがこのまま続くのは嫌だなというふうな思いになったんです。で自分の人生を振り返って考えてみた時に、ちょっと仕事変えて自分が本当に打ち込めることをやりたいなと思って1年ぐらい考えて、人のためになるようなことだったら自分のためじゃないから、もっと刺激的な毎日があるんじゃないかと思って、そういうところの道に進もうと思ったんですよね。なるほど。ちなみに人のために何かできることに対してお仕事をしようって思ったと思うんですけど、それは日本国内でもあるじゃないですか、海外でもありますよね。なんで海外に振り切った感じになったんですか。それはですね、大学にそれから進学することになったんですけど、そうなんです、大学に進学した時に大学の先生の中で JICA 海外協力隊の OB、おじがいらっしゃって、そこで話を聞いていくうちに、看護大学に行っていたんですけど、自分が学んでいる看護の知識を使って海外でも働けるんだと思って、目から鱗が落ちた。でそこから海外も自分が働く場所として考えていいんだなっていうのを当たり前に考えた時に視野が広がったというか、今までずっと日本でどうやって誰かのためにっていう仕事ができるかなって思ってて、それが海外っていうのが一個加わって、こっちの方が一生続けてやれそうって思って、なるほど、そうだったんですね。ちなみになんですけど、中退するじゃないですか高校の資格を取って大学の資格を取って、大学は看護学校だったんですかね、でそこから大学院にも行くって感じですか。そうなんですよ、それで私が大学の時はもう高校も行ってなかったので、世間をあまり知らなかったんですけど、看護大学に行った時に理解したのが、保健師という仕事がある、海外で仕事するということと、もう一つ公衆衛生看護学っていうのがあって、保健師っていう仕事が看護師、助産師、保健師という、そんな資格があるということを知って、保健師という仕事に興味を持ち始めたっていったもう一つのラインがあってですね。なるほど、そういうことだったんですよ。ちなみに保健師って何ですか。地域にいる人たちの健康をどうやって守っていくかっていったお仕事なんですよね。それは特に行政保健師の部分なんですけど、病院に来ている人っていったら非日常だし、でも帰っても辛いこととか大変なことあるよねというのは肌感覚で分かっていたので、みんなが病院じゃなくって普通に地域で暮らしている時にどれだけ病気を予防できるかとか、どれだけもっと健康的に病気になりにくく生きていく
ていけるかっていったことをこうサポートするお仕事があるよっていうことを聞いて、あ、そういうことですね。確かに看護師と保健師の違いは、病院の中で病気になってからサポートするのが看護師さんだと、うんうん、保健師さんは日常のところで病気になるまでにどういった予防ができるかとかをサポートするっていうのが保健師さん。わかりやすい。健康に生きている分にはなかなか接触しないんで、僕もそういった仕事があるっていうのは知らなかったんですけど、はい、地域に出て行って、うん、地域を見たり人を見たりしていくっていう仕事にすごく感銘を覚えて、大学卒業後は生まれの北九州市の保健師をやるわけなんですけれども、そうなんですね。大学院を卒業してからですかね、看護学校を卒業してからですか、ね、看護大学を卒業してそこから北九州市に就職。そうなんですね。具体的にどういうことされてたんですか。母子保健にすごく関心があって、うんうんうん、子供が健やかに成長していくところを支えるっていう仕事にすごく興味があったので、はい、もうそれがしたいですということで、面接の時はすごく力説をしてたんですけど、うんうん残念ながら、はい、感染症を担当する部門に。あ、そうなんですね、はい、ちなみに感染症ってそんなあるものなんですか。それこそ今コロナとかとか、はいはいはい、私が行った時に新型インフルエンザの H1N1 型が出て、はいはいはい、その時も入国した人の健康チェックに行ったりとか大変なんですけど。すごいわ。なるほど。実際どうでした。楽しかったですか。楽しかったですね。あ、そうなんですね、うん、何が一番魅力ですか。地域で暮らしているって言った人たちって、うんうん、やっぱり病院でそれまで実習とかしてやっているじゃないですか。だとやっぱお客さんなんですけど、うんうん、僕らは家庭訪問とか実際に皆さんが暮らしているところに行くっていうところがあって、うんうん、僕らが逆にお客さんになるんですよね、はいはい、だから本当に皆さんのリアルな生活が見れる、でそこに僕らが入っていかせていただくっていったところがこれだなっていうのを自分でやりながら実感はしていましたね、うんうんうん、ありがとうございます。北九州で戻って保健師さんをされるわけじゃないですか、はい、その後そのまま ISAP に行かれるんですか。もともと海外に活動したい、でもやっぱり海外で活動するためには日本で、うんうん、そういった公衆衛生をやっているという保健師としての実務経験が必要だなと思って就職をしているわけなんですけど、何年かして海外に行ってみようかなと思った時にやっぱり自分の実力が足らないなっていうのを感じたんですよ。そうなんですね。このまま違う国に行っても迷惑をかけるだろうなと思って。あ、そうなんですね。もっと専門性を磨きたいなとか、例えばその時にやってた仕事が地域の40歳から始まる特定健康審査っていうのがあるんですけど、受診者を増やしたい、その時 30%ぐらいの方しか受診してくれてなくって、だから 70% の方は年に1回の検診を受けてなかったんですよ。あ、そうなんですね。でも何とかして受診する方を増やしたいなと思っていろいろ手を打つんだけどうまくいかなかったりとか、受診した人の検診の結果をどうやって良くなった悪くなったというのを個人じゃなくて地域で評価するべきなのかとかっていうのも自分の中で全くできなかったんですよね、うんうん、そういうことだったんですね。そう、あ、これってこのまま海外に行ってもダメじゃんって自分の中で諭して、うん、なるほど。自分がまだ納得できてないのに海外で活躍できるわけがないっていう考えを佐藤さんはされてたって感じですね。持ったんですよ。なるほど。ってことは専門性を身につけるためにそこで大学院に、はい、そうなんですね。大学院はどちらに行かれたんですか。大学院は長崎大学大学院。あ、はい、そうなんですね。専門は今は研究科はなくなったんですけど、はいはいはい、その時は国際健康開発研究科っていうのがあって、そうなんだ、はい、公衆衛生を教えてくれる。じゃあ大学院でより専門性を深めようっていう形で長崎大学院に行かれたってことですかね、うん、実際どうでした。そこの大学院の生活は1年目はほとんど座学なんですけど、はい、2年目からは海外にインターンに行って、はい、で海外で必ず研究をして帰ってくるっていうのがあったので。へー。ちなみにその時はどちらに行かれたんですか。ラオスに。そうなんですね、はい、何の研究されてらっしゃったんですか。私もともと保健師っていうバックグラウンドがあったので、はい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 、地域の保健ボランティアの方とかがどういった要因でよりよくやったりとか、うん、そういうことですね、やる気をなくしたりとか、はいはい、そういった風になっているのかっていったのをですね調査させてもらいました。いや面白いですね、うん、医療とかでも制度があっても使わなかったら意味がないっていう考え方ですよね。だからそこをどういう風にやってもらうかとか、例えば人がそこにいたとしても人のモチベーションによってこの地域ではうまくいってるけど その他の地域ではうまくいってないみたいな、そういったところを研究されてたってことですかね。面白いですね。ちなみに大学院卒業してからは普通に就職されたりしたんですか。大学院に行くと研究をするんですけど、はい、で論文を書いたり、はいはいはい、ここでまた自分の足らなさに気づくわけですよねストイックですよね佐藤さんは。多分なんかそこで研究をやろうとしたんだけれども、うんうんうん、自分の思うような研究デザインだったりとか調査方法とかになっていなくってダメだなと思って、まだ足りないとまだ足りないなと思ってもう少し研究って言ったのを勉強したくて、うん、大学の教員になるという道を選びまして。そうなんですね。実際その大学にはどれぐらいいらっしゃったんですか。大学にいた期間は3年間ぐらいだったんですけど、それもまた地元の北九州市の大学に戻って。あ、そういうことか。じゃあまた別の大学で
で働かれてたってことだったんですね、はい、でその3年を終わったら次は何をされてたの？公衆衛生についてちゃんと話せるようになったなと思えたので、うんうん、はいはいはい、よし海外に行こうと長いかったですよ、はい、海外はどちらに行かれたんですか？でパートナーを、うんうん、あの JICA のホームページですね、はい、使って、うんうん、今積極的にオファーを受けたいみたいなところにチェックをして、そしたら今勤めている ISAP の方からオファーのメールが来て、うん、そうなんですね。で僕は母子保険がその頃からもうずっとしたくって、うん、その時に受けたオファーも母子保険に関するものだったので面白そうだなと思って、うんうん、なるほど、そこから入り込んでいくわけですね。ありがとうございます。高校中退から始まって、そこから看護大学から大学に進学して先生もされるとそうですね、まあ、その後ようやく ISAP っていうところに入っていくと思うんですけど、一貫してるのはやっぱり公衆衛生と保健師っていうところですよ ね。 ありがとうございます。次の動画では ISAP で何をしてたのか自分のやりたいことが本当にできたのかどうかっていうところも含めてお聞きしてみたいなと思います、はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。よろしくお願いします。